見とるきゃ？頑張れ日本。開幕式のドローンの演出見たきゃ？デラ綺麗だったがね。なんと1824機のドローンを使った演出だって。感動だがね。俺は名古屋に住んどるで直接見ることはできんかったけど、テレビや YouTube で見ても感動。どえりゃー綺麗。母ちゃん見て見て、日本の選手がメダル取ったがね。柔道、競泳、体操、アーチェリー、スケートボードに卓球、みんな真剣な顔でかっこええがね。どの選手もみんな最高だがね。え？スケートボードで金メダル。なんと最年少の13歳。え？ 13歳、13歳って、あー、うちの姉ちゃんや兄ちゃんと変わらん歳だがね。あーあー、それに比べたらうちの姉ちゃんと兄ちゃんは夏休みに入った途端に涼しい部屋でぐーぐーよう寝とるがね。まったくかっこよくにゃがね。母ちゃん、育て方間違えたがね。なんだこの差は。毎日毎日食っちゃねえ食っちゃねえって、夏休みが終わる頃には一回りも二回りもでっかくなっとるわ。どうするの母ちゃん、甘やかしすぎなんじゃにゃの。あー、この二人見とったら俺もなんか美味しいもん食べてゴロゴロしたくなっちゃった。あ、YouTube のみんなの言いてやことは分かっとる。分かっとるがね。ダイエット、ダイエットしとるんじゃにゃのって言いてやんでしょ。分かっとるがね。ほんでも、たまには休憩、休憩も必要だがね。明日からまた頑張るで。ほんじゃあちょっとゴロゴロさせてもらうわ。ご無礼しまーす。これからもいっぱい喋るで。チャンネル登録してちょ。